近年無人戦闘機開発が加速しています。日本も F2 次期戦闘機開発にて、同時進行計画にて AI 無人戦闘機を開発中。今回はこの無人戦闘機開発に注目して詳しく見ていきます。軍事雑誌だったかな、護衛艦出雲に無人戦闘機を艦載しいつでも発進できるように備える必要があるとの記事を見かけた。一つの手法にもなり得ますね。パイロットを増やす必要が出てきます。遠隔できるパイロットですね。日本の航空自衛隊において現在就役中である F2 戦闘機は2035年前後からの退役が予想されており、これを代替する次期戦闘機の開発が三菱重工業者を主管企業とする体制で推進されていることは基本の通りである。この分類上ではいわゆる第6世代に分類されるであろう次期戦闘機をめぐっては、イギリスのロールス・ロイス社が、機関部、イタリアのイギリス法人、レオナルド・ユーケー社が、戦車類の開発に加わることも決定している。現在の第5世代戦闘機の開発の経験もない日本では、次期戦闘機の開発を単独で行うことは困難で、同分野で、ほとんど西側諸国の事実上の標準機とも、言える F-35 ライトニングにを要する。アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援も予定されている。2020年12月には、時の内閣によって、その方向が打ち出されているが、2022年3月に入った状況でも、ロッキード・マーチン社との正式な契約締結のニュースは未だなく、こちらの進捗が、どの程度進んでいるのかも、気がかりな点だ。さて、そんな航空自衛隊の次期戦闘機開発であるが、その第6世代戦闘機としての機体本体以外にも、その管制下で制御される無人航空機、つまり次期戦闘機の両機として人工知能を搭載して飛行する機体の開発も同時進行で行われている。有人戦闘機に随伴させる無人航空機として世界的に知名度が高いものの一つに挙げられるのは、アメリカ空軍とクラストディフェンス&セキュリティソリューション社が開発中の XQ-58A バルキリーではないだろうか。XQ-58A バルキリーは、すでに、今から、3年ほど前となる2019年3月に、初飛行をした機体であり、次の第6世代戦闘機ではなく、現行の、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2といった第5世代の有人戦闘機が完成する無人航空機である。有人戦闘機の完成を受けるこうした無人航空機はロイヤルウィングマン忠実なる両機と呼称されているが、その先鞭となったのが XQ-58A バルキリーであり、ステルス性能を有し、亜音速で飛行する機体となっている。また、オーストラリア空軍とアメリカのボーイング社とが ATS エアパワーチーミングシステムで開発中の無人航空機は、その機体名称そのものがロイヤルウィングマンとなっており、こちらも2021年2月に初飛行に成功している。これら以前の無線通信を使用したリモートコントロール方式の無人航空機の場合、敵の電子戦によるジャミング等によって飛行を妨害されてしまうため、こうした電子戦装備を備えた敵軍との対称戦闘は行えなかった。そこで無人航空機を無線通信による制御ではなく、機体そのものに自律飛行を行わせる能力を人工知能によって実現し、電子戦によるジャミング等の最中でも行動可能な無人航空機として機とされたのがこれらの機体である。しかし、XQ-58A バルキリーにせよ、ロイヤルウィングマンにせよ、今現在の技術力では、完全に、
自らの判断で行動させる人工知能の実装にまでは至っておらず、その意味においては、半自動の自律飛行を実現させるものだと言えるだろう。こうした状況は、日本の航空自衛隊でも、無論同様であり、防衛省では、次期、戦闘機に、随伴可能な無人航空機を、半自動の自律飛行が行えることを目標にして、開発を目指しており、令和3年度の事前の事業評価の中の1項目に挙げている。これは、その令和3年度の事前の事業評価では、自律向上型戦闘支援無人機の機能性能、及び運用上の効果に関する研究として示されているものであり、そこに PDF ファイルで添付されたイメージ図から、その構想を伺うことができる。この自律向上型戦闘支援無人機の機能性能及び運用上の効果に関する研究においては、無人航空機の役割を大まかに3種に大別しており、これは敵戦力に対する空対空戦闘、空対地戦闘、空対艦戦闘だと見てよいだろう。まず、一つ目の空対空戦闘だが、資料によれば、防衛対航空作戦と、表記されており、日本に侵攻してくる敵軍の戦闘機等に対し、自軍の有人戦闘機の前方に無人航空機を展開、これに搭載する空、対空ミサイルによって、その排除を行うことを起としている。あくまで、ここでも、航空自衛隊の無人航空機の任務は、日本へと侵攻してくる敵軍の戦闘機等の航空機の撃にポイントが置かれており、決して敵国の領域にこちら側から侵攻して攻撃を行うことを意図していないとの明示がなされている。これ用いられる無人航空機に求められる機能は、敵軍戦闘機等に対する空、対空ミサイルでの迎撃となるため、その兵装を運用可能な大きさとステルス性まで考慮するなら、同体内のウェポンウェイ等が必須となるだろう。次に、二つ目の空対地戦闘は、同様に、資料上では、近接航空支援と表記されており、ここでも、無人航空機は、自軍の優遇戦闘機の前方に展開、地対空ミサイルを装備すると、おぼしき敵の戦闘車両に対して爆撃、及び空対地ミサイルによる攻撃が想定されている。ここでイメージ図が表現しているのは、おそらく、日本の南西諸島等の離島に、敵の地上部隊が上陸している状況を表しているのだと考えられ、無人航空機による空対地攻撃といえ、と、やはり、当初防衛用に使用すると訴えているのだろう。このあたりの表現は、いわゆる敵基地攻撃能力の保有の有無として、憲法で禁じられている、攻撃的兵器には該当しないという政治的なスタンスに留意した苦肉の策であるとも解釈でき、日本特有の制限に抵触しないよう配慮されているように見える。三つ目の空対艦戦闘だが、ここちらは資料上では航空阻止と表記されており、これまで同様に無人航空機は自軍の優遇戦闘機の前方に展開しているが、ここでは自らは攻撃を行わず、敵の水上戦闘艦の情報を有人航空機に伝達する役割とされている。この敵の水上戦闘艦の位置情報等を無人航空機から受け取った有人戦闘機が搭載する空対艦ミサイルで、その排除を行うことが基とされており、これまでの防衛対航空作戦や近接航空支援とは趣きことにしている。これは、敵の大型の水上戦闘艦を排除するに、十分な威力を持つ空、対艦ミサイルとなると、現状想定されている無人航空機の機体サイズでは、それを実装するに足る大きさがないことを意味ていると思われる記述だと言えるだろう。
具体的には、ここで想定される空対艦ミサイルとは、現在、陸上自衛隊で配備されている12式地対艦誘導弾の能力向上型であり、これを長射程化し、航空機搭載型に改良したものが候補となるのだと考えて良いと思われる。こうした無人航空機の開発も、次世代戦闘機と同時進行で進められている最中ではあるが、この2022年3月には、鹿児島の海上自衛隊の鹿屋、航空基地へのアメリカ空軍の無人航空機 MQ-9 リーパーの一時的な配備も計画されている。この無人航空機 MQ-9 リーパーの一時的な鹿屋、航空基地への配備をめぐっては、無論、その計画を危惧する反対派の声も上がってはいるが、昨今のウクライナへのロシア軍の侵攻等もあり、どのように推移するのかにも注目が集まっている。